で、まあ、そういったことを総合的に考えてですね、ハーフマラソンのトレーニングに対する考え方ってどうなっていくのかっていうことなんですが、基本となる考え方自体は、まあ、3000メートルから5000メートルがどのぐらい速く走るのかっていうことと、そこからどのぐらいペースを落とさずに走れるかっていうところの、まあ、この2つですね。まあ、3000メートルから5000メートルって書いてますけど、まあ、3000メートルから1万メートルでいいですかね。3000メートルから1万メートルのレースがどのぐらい速く走るかっていうところと、まあ、そこからどのぐらいペースを落とさずに走るかっていうことですね。で、ただまあ私の中では基準は5000メートルで考えています。5000メートルで考えていて、で、5000メートルから目安としては、まあ、1キロあたりプラス10秒ですね。まあ、5000メートルあたりで言ったらプラス50秒です。だから、例えば、5000メートルが20分ちょうどなのであれば、ハーフマラソン走ったら5000メートル20分50秒ペースで走りきれないと、やっぱり何かがおかしいということですね。ちなみにですけど、40秒切ろうと思ったら40秒切れます。例えば私の自己ベストもそうなんですけど、5000メートルが14分20秒に対して、ハーフマラソンの自己ベストって5000メートルが14分57秒ペースなんですね。だから5000メートルのレースペースにプラス37秒で走ってます。さらに言うと、当時の自己ベストって14分22秒だったので、プラス35秒で走ったことになりますね。で、まあそれが、その若干、その持久力がない人とかだったらやっぱりプラス1分とかになっちゃうので、例えば5000メートルが14分20秒で走れててもハーフマラソン走ったら64分40とか、まあ、そんな感じですね。で、まあ考え方、基本的な考え方としてはまあそこになっていきますよということですね。だからそもそもの話、5000メートルが速く走れないとなかなかハーフマラソンでも記録は出ないですよということになっていきます。で、どのくらいペースを落とさずに走るかを考えるにあたっては、呼吸面と筋持久力、括弧速さかける時間の両面から考える必要があるということですね。まあ、これもまあ、詳しくちょっと後で見ていきましょう。まあ、端的に言えば、その、5000のレースペースからペースを落としたときに、どのぐらい呼吸がハーハー言うのか、どのぐらい呼吸的に苦しいのかっていう部分と、あとはその筋力的に持つか持たないかっていうところの2つの観点から考える必要があるということです。で、ハーフマラソンくらいの距離になるとレース1本のダメージがかなり大きくなります。ということは練習でもレースに近い負荷をかけることは難しく、分割して考えていく必要があるということです。まあ、これはさっき言った通りですね。だから、その、1万メートルとかであれば、まあ大体1000メートル10本がどのぐらい走るかっていうので、レースのタイムって予測できたりもするし、5000メートルだったら、まあ1000メートル5本で、ある程度そのレースのタイムっていうのが予測できるんですけど、まあハーフマラソンくらいの距離になると、やっぱり1000メートル21本とかっていう練習がかなり非現実的になっていくので、まあ、いろんな練習をですね、スピード面はスピード面、スピード持久面はスピード持久面、それからまあ距離走は距離走ということで、こう分割して考えていくっていうことですね。まあ例えばですけど、私自身は5000メートルとか1万メートルのレースに向けて準備している段階でも、結構30キロ走とかっていうのは入れます。入れるけど、ただそれはあくまでも基礎持久練習として取り入れるんですね。だからその比重としてはかなり少ないです。じゃあその30キロ走やってる人は20キロ走までしかやってない人よりも優位にタイムがいいのかっていうと、あんまり関係ないっていうのが5000から1万なんですね。で、一方で、そのハーフマラソンくらいの距離になってきたら、やっぱり30キロ走に対する比重っていうのがものすごく上がります。上がるけれども、じゃあ、インターバルはどうでもいいのか、スピード練習はどうでもいいのかって言ったら、全然そんなことはなくて、やっぱりどっちも等しく重要みたいな感じなんですね。だからその練習に対するバランスっていうのが変わっていきますよということですね。で、その、まあ、確かにですね、5000、1万に関しては、最終的にはこれさえやっとけば記録が出るみたいな練習はあります。あくまでも最終的にはの話ですが、っていう練習はあります。一方で、ハーフマラソンは、最後の最後まで、これさえやっとけば記録が出るっていうような考え方をするよりは、ある程度その分散して考えていく必要があるということですね。で、ちなみに、ハーフマラソンで本当にいい記録が出るような練習を組めば、フルマラソンでもある程度の記録は出ますよと。だから逆の言い方をすると、これどっちも考える必要があって、
まずハーフマラソンで本当にいい記録を出したければ、フルマラソンもある程度記録が出るような練習組んとかないとダメですよっていうのがまず1点です。まあ、だってそのフルマラソンとかでも30キロまでの練習でいい記録を出す人っているじゃないですか。だから、ある程度30キロ走も反復すれば、その反復によって力がついていくので、確かに30キロまでの練習でもフルマラソンで記録で出るんですよ。だから実際大学生とかでもマラソン走ってある程度記録出す人っていうのは昔からいるし、まあ平林選手みたいにね、いきなり日本のトップクラスの記録を出す人だっているわけじゃないですか。だから、まあ、ハーフマラソンで記録を出したければですね、ある程度フルマラソンでも記録が出るようなトレーニングを組んでいく必要っていうのがあるし、まあ、逆にですね、フルマラソンで記録を狙うにあたっても、やっぱハーフマラソンでいい記録が出るような練習っていうのを組んどいた方が、フルマラソンでもいい記録っていうのは出ます。これはまあ、両方の観点から考えていくと、まあ、両方うまくいきますよっていうところですね。ここまでの動画は全2時間半の講義動画のほんの一部です。現在3日間限定で受講生様を募集しておりますので、興味のある方はこの動画の概要欄の URL をクリックして詳細ご確認ください。